ここでは主にベルギー国内のスポーツ事情について記述する。なお、競技そのものに関する詳細な記述に関しては個別の項目を参照されたい。サッカーに関してはベルギーは欧州の中では中堅どころの実力を持つ国として知られる。国内トップリーグのジュピラーリーグは UEFA ランキングで第12位につけている。また、日本からも遠藤正宏。 鈴木隆之といった選手が同リーグでプレーした経験がある。サッカーベルギー代表は過去 FIFA ワールドカップに13回出場、UEFA 欧州選手権に4回出場の成績を残している。特に2002年の W 杯では本大会のグループリーグで日本代表と対戦して2から2で引き分けた。その後国際舞台から遠ざかっていたが、2014年の フィーファワールドカップへの出場が決まった。その後の2018年フィーファワールドカップでは最大成績の3位という成績を残した。エディメルクス・フランデレン地域を中心として非常に人気がある。とりわけ、ロードレースとシクロクロスについては国技と形容できるほどである。ツールド・フランスにおいても過去に総合優勝者を延べ18名輩出している。 1892年に創設されたリエージュ、バストーニュリエージュは現存する最古のロードレースであることからドワイエンヌという異名を持つ。このほか、1913年に創設されたロンドファン・フランデレンも有名でクラシックの王と呼ばれている。同国を代表する自転車選手はエディメルクスである。獲得したタイトルはマイキョに暇がない。 この他に、ロードレースとトラックレースの両方で活躍したリック、ファンステーンベルヘン、史上初めて、モーニュメントと呼ばれる5大クラシックレース全完制覇を達成した、リックファンローイ・メルクスに続いて、モニュメント全完制覇を達成した、ロジェデ・フラミンク、ウイカ日間レース歴代最多の88勝を挙げた、パトリックセルキュ、1983年に、 日本の中の高一に更新されるまで、世界選手権自転車競技大会、プロスプリント最多連覇記録を保持し続けた、ジェフ・シェーレン、ロンド・ファン・フラー・アンデレミア、パリ・ルーベで多くの勝利を挙げた、トム・ボーネンなども有名である。現在は、フィリップ・ジルベール、フレフ・ファム・アーベル・マートなどが、当国の代表的な自転車選手である。また、スベン・レースは、 シクロクロス界のスーパースターと呼ばれる存在であり、数多くのタイトルを獲得している。ベルギーは、モータースポーツも、比較的盛んな国である。同国の代表的なサーキットである、スパフランコルシャンでは、F1 ベルギー GP や、スパフランコルシャン24時間レースといった、大規模イベントが開催される。また、ゾルダーサーキットもかつては、F1 ベルギー GP の開催地として、 なお馳せた。F1 ドライバーとしては、ジャッキー・イクス、ティエリー・ブーツェン、ベルトランガショーなどが有名。二輪に関しては、ロードレース世界選手権のベルギー GP が1990年にスパフラン・コルシャンで開催されたのを最後に開催が途絶えているが、ホンダレーシングの欧州における本拠地がベルギーに置かれているなど、現在も重要な役割を占めている。ありがとうございます。